はい、えー、こんにちは。今日のおすすめ商品はスマホスタンドですね。iPhone 用ですけど、まあ Android も使えます。iPhone 用の、こちら、スタンドとなります。アルミと木の材質でできております商品ですね。ここからケーブルが通せます。はい、えー、ここに、規格の iWatch のホルダーがあります。 充電器をここに置いて、はい、企画なんで、アップルウォッチをここに、えー、置いて充電しながらできるといった非常にね、えー、優れた木製の温かみとアルミの金属の風合いを両立させたスマホスタンドのご紹介です。これは非常にお得で、Amazon、えー、で欲しい5なんでね、 本日紹介のレビューとさせていただきます。人気の星は4つ半というふうになっております。メーカーさんはこのラメ、ラメイクっていうんですかね。ラメイクさんというふうになっております。木の材質もいいですね。ここは専用のアダプターですね。iPhone や iPhone 用とか iPad のアダプターを置く形状になっておりますが他の置いてもいいですね。えー、ここは Apple Pencil を置くようになっている溝ですね。ここに Apple Pencil が置ける長さとなっております。ここが Apple Watch のホルダー。他の使い方もできます。まあ、くるっと回しますね。はい、えー、ここ傷つきにくいようにちゃんとラバーが貼ってあります。ここもですね、背面もラバー。後ろです。はい、えー、こういった感じですね。 お値段がなんと2198円ですえ。これだけのものがね、2198円ではなかなかないですよね。えちょっとしたね、えー、東京ハンズとか行ってもこういうの買おうとしたらもう3000円、4000円いきますよね。はい、えー。ロフトでもそれぐらいするんじゃないかなと思います。っとアルミでこんなの買おうとしたら4、5000円はいきます。それが、まあ、約半額以下。 2198円で送料はプライム会員さん無料で来るといったものです。え、早速どんな感じになるかをちょっとね、えー、アプローチとかはないんですけどね。とりあえず、まあ僕がはめてる時計をちょっと、自分のね、時計なんかをこうやって、はい、えー、置くこともできますんでね。えー、アイディア次第では、はい、えー、こう置いて、えー、まあちょっとアンドロイドの私の 携帯、全本ですね。全本レーザーをちょっと置いてみたいと思います。漢字を見るために5.5インチです。こんな感じになります。はい、アップで。はい、こんな感じになって、ここに充電、まあ充電器を置いてみたり、はいえ、ここから充電コードを通してですね。はい、後ろから持ってきて、通して、ここに通すといった使い方もできると。アップル製品じゃなくてもね、あこういった使い方ができるんでね。 えー、欲しいなという方はぜひ、えー、URL 貼っときますんで、非常にね、デスク周りがスッキリしておしゃれになりますね。えー、いろんなものちょっと置くだけで小物を置いて、えー、部屋にね、えー、こう、デスクの周りがスッキリするといったものです。本日の紹介は、はい、えー、スマホスタンドマックウォッチですね。アップルウォッチでもいいし、自分のもうアップルウォッチがない方はこういった腕時計を こういうふうに置けば、ちょっとね、寝るときにまとまってるんでね、朝、どこに置いてるか、探し回らなくていいという、一箇所にこうまとめて置いとけば、朝持っていくものをすると便利。で、この角度だと時計も見やすいですね。はい。自分の腕時計が、まあ、時計代わりにこう見ることもできるんでね、デスク周りがおしゃれになるといったものです。もう一回回転させてみますね。こう、ここからコード出せますんで。 はい。コードは隠せます。木も非常に質感がいい木です。はい。下のラバーも完全に、はい。えー、これをイで使いますね。はい。今、フィルムが貼ってあるんで、イで使うとラバー、傷つけにくいラバーとなっております、えー。非常にいい商品ですね。横方向です。もう一度見せます。はい。このアーチと角度がいいですね。はい。で、これを抜けられてね。 えー、iPad を置いてみますね。最後に。iPad はこういうふうに十分。はい。置けますんで。はい。反射しましたけど。はい。iPhone もこう、iPad。iPad もこんなふうに置けます。縦にも置けます。はい。まあ、横ですね。はい。ここの角度がついてないんで。はい。こういった置き方ができるといったこちらの商品ですししもう一度やりますよ。こうやって帰ってくると、ただ、こういうふうに。 はい、置くだけです。はい、非常にいいですよね。最後にちょっと角度を上げてお見せしましょうかね。えー、こんな感じですね。はい。こんな感じではい、非常におしゃれなものになります。はい。それといういったわけで、今日はこちらの商品ね。 えー、スマホスタンド、iPhone 用ですけど、まあ、こういう Android とか自分の腕時計も置くことができますんで、アイディア次第で非常に、えー、使いやすい、えー、コスパ最高のスタンドのご紹介でした。では、また良い商品があったら知らせたいと思います。そういったわけで最後に、はい、えー、これ見せて終わりたいと思います。では、またです。さよなら。